まあ雪だるまにはね、ああいう使い方もあるんだっていうことをルイージから教えられましたね。さあそのルイージが帰ってまいりました。よし、同じことしてやろうかルイージ。ほい、よしよしよし。はいどうも、今日も今日とでですね、みんなでバトルをやっていくんですけれども、最近ね違うゲームがですねしたくなってきてるんですよ。それでもみんなでバトルやっていきますか。じゃあ早くやれよってね。そういえばね、結構前かな、とあるゲーム実況者の方のライブに行ったんですよ。詳しくはねちょっと話さないんですけど、まあ、僕のリスナーさんもですねその方のところにちょくちょく行ってるらしいんですよね。まあ、考え方とかがですね、なんかピオさんみたいな人っていうのをですね、リスナーさんから DM が来たんですよ。そういう風にね、まあ、どんな方だろうと思ってね見に行ったらさ、まあめちゃくちゃ優しそうでねまあ考え方が似てるかどうかわかんないんですけど、まだね、まあ、そんなに知り合って間もないと言いますか。んでそこで僕ね、初めてゲーム実況のライブにですねコメントをしたんですよ。まあそのコメントをしたらさ、いやこれゴールじゃないよね、やっぱゴールじゃないのか、いやこれ上だね、おっけきた、これさ確か1の4ぐらいまであるところじゃない、多分そうでしょ。これアイテム取ってったらねちょっと遅れるんで、このまま行きます。うわラグい、待ってラグい、やめて、よし、オッケーオッケー、ナイス亀吉、このまま行って亀吉って、オッケーオッケーオッケー、やったよし、これで結構差が生まれましたね。でここはパックンチョ、危ない、パックンチョ、ナイスパックンチョ、パックンチョ、やった、やられたと思った今、ほっ、よし来た、このままこっちでいいでしょ。多分右上は不正解だと思うんですよ。でここが1の2クリアっていうことで、今度1の3だね。ほっ、よし来た、でかくなって、でかくなんないのか。ここで1の3来ました。ここでいつもやられるんだよな。オッケー、キノピコ落ちました。確かねあれ結構何だったっけ、うわーうわー、マリオそこで抜けかけか、やめろって、いやまだ大丈夫、1の4があるからね。次1、やった、落ちた、マリオ勝った、これは勝ちました。はい、絶対勝ちました、これ絶対勝った何回言うんだって話ですけど、絶対に勝ちました。これ1の4でしょね、1の4。あれルイージいない、大丈夫、これ多分別のルートでしょ。なんかこれさよく出てくるんですよ、これミンバトコースっていうのかな。多分これでラストです。ここをクリアすればもうゴールっていう話ですね。はい、ゴール、うわー危ねえ、焦った、めっちゃ焦った。なんかね、なんか斧取ったつもりだったんだけど、ごめんなさい、また話途切れたけどさ、とあるゲーム実況者の方のライブ行ったんですよ。まあ、リスナーさんがねちょっとおすすめしてくれたから行ったんですよ。で僕そこで初めてコメントして、もうコメントしたらさ、おピオキングさんやみたいな、まあ少しですけどね、まあ知ってる方っていうのがいてですね、まあめっちゃ嬉しかったですね。まあそれもこれもね全部リスナーさんのおかげなんですけどね。いいとこいるね。でも僕持ちますよ、はいでその鍵をくれ、待って、鍵をくれ、鍵をくれ、うわいいとこいるな、ほっ、うわ3番手か。で次はどうする、これどうしようどうしよう、これ後ろから行ったらこれ大丈夫、これ大丈夫か、これは後ろからで大丈夫か、これ閉じ込められるんじゃないか。最後には結局ドスンが戻ってきてさ、ね絶対そうなると思ったね。ちょっと戻りきれるのか、これはもうスタートから多分やり直しした方が早いと思うんですよね。やっぱりスタートからやり直そう。このブロックアイテムだったっけ、キアップか、いらねえ、キノピオ、えキノピオ生き延びた、えなんでキノピオ生き延びてるの、ドッスンもういない感じ、どうなんだろう、ドッスンいなくなってんの、いや意味わからんえなんでいなくなってるの、わ大丈夫か、これはいけるのか、このまま右に行きます、マリオごめんよ。でこのままね、ゲーム実況者として一つだけ言わしてほしいんですよ。外役プレイヤーってまあ普通にやってるとみんなさ、やっぱ外役って呼ばれるだけあって、うざいうざいってなるじゃん。でもねやっぱこうやって収録してると外役プレイヤーってやっぱすごく大事なんですよね。まあ何がどう大事なのかっていうと、動画のねネタになるんですよ。プレイしてる時はうわうざとかやっぱなるんだけど、助かったなとか思ったりするんだよね。なんかルイージめちゃくちゃさ挨拶してきてたんですよね。キノキラさん誰あ待って、ルイージルイージ待って、そんな生き方あるの、ちょっと待って、あちょっと待って、はっうわ、オッケーオッケーオッケー、なんだこれは、これは走れるのこれ、うわすげえ、これこんな生き方あるんだね。さあやったってやった、いいよ、オッケー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 でこのまま右、なんで僕だけいけないこんな生き方あるんだね、面白いねこのコース。ちょっと待って、これやられちゃうから、待って待って、キノピオさっきめっちゃいい子だったじゃん、でさっきいい子、あれこれどうやって行くの、はなんだこれ、いけないいけない、こういうこと？うわ、すげえ、これバグコースっていうのかな。はあ、待って、ここって書いてるよね。ここでいいでしょ。よーしよし、ありがとうマリオ、ありがとう。待って、レジエルフっているね。エルフ出動するのかな。エヴァンゲリオンが出てくるかもしれない。エヴァンゲリオン発進。全然似てない。全然似てないけどね。碇剣道の真似したんですけどね。うわ、ルイージナイスだね。そっちめっちゃナイスだぞ。おっしゃ、危ねえ。これはファイヤーだね。ハンマーよりファイヤーの方がね、結構危険だと思うんですよ。ファイヤー早いもんな。だってファイヤーはなんかさ、あー、危ねえ。あ、危ねえ。焦った焦った。よし、来た。ここで猫は熱いよ。ほっ、よし、これ落ち着いていきますね。で、このまま僕これブロック叩かんでいきます。ほい、ブロック叩かん方がいいや。これはこうしてこう、ワールド3の1。これ本当にワールド3の1かな。どうなんだろう。まあニュースーパーマリオブラザーズでのまあ噛みまくったけどね、まあその3の1だったらちょっとわかんないな。まあスーパーマリオブラザーズ、まあ普通のねマリオブラザーズの3の1だったらわかるんですけど、まあマリオ35、危ねえくねえ。まあ雪だるまにはね、ああいう使い方もあるんだっていうことをルイージから教えられましたね。さあ、そのルイージが帰ってまいりました。よし、同じことしてやろうかルイージ。ほい、よしよし。最低、ゲスキング来ましたね。さあ、みんな僕をゲスキングと呼んでくれ。さあ、そしてあのルイージギブアップしましたね。やられたいやり返す、それは僕のゲームの実況チャンネルと言いますが、まあ初めて言ったんですけど、こんなことはね。これは右でいいの？いや、このまんま右か。うわ、でも前に2人もいるもんな。どうしよう。これはもう勝てる自信がない。ぶっちゃけもう勝てる自信がないから、待ってくれるっていうことを祈ってこのまま右に行きますね。これはここでゴールかな。いや、やっぱりゴールじゃん。ありがとうございます、ありがとうございます、マリー様、マリー様、ありがとう。今のでね、最後にしようと思ったんだけど、ちょっと今日ねめちゃくちゃ調子がいいんですよ。今ね3連勝中なんですよね。ちょっと待って。世界のヤブタンいるじゃん。世界のヤブタン率やば、最近。どうしたヤブタン。さて、ルイージよろしく、ルイージよろしく。ヤブタンいい人かな。多分強い人って結構いい人多いんだよな。うわ、恐縮。あ、え、なんだこれ。なるほど、あの2匹倒せばいいだけね。簡単じゃん。ちょっと待って、ヤブタン絶対ヤブタンいく。ちょっと、あんなったでしたこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。